ですよ。あの一昨日からスピードランニング始めてるんですけど、あとちょっとでね、いけそうなんですけど、まだということで、じゃ日本語だけね、ご覧いただきたいと思います。立つ、座る、立つ、座る、立たない。ちなみにこの立つ気持ちを抑えるために、立たないとき手が こうなるんですよ。これがね、おすすめで、立たない、立たない俺しか盛り上がってねえ。さあ、それではですね、猿回しというとね、ちょっと硬いイメージがあるのか、結構真剣に見る方が多いんですけども、あんまり、ね、実際真剣にあんま見ないでほしいんですよね。結構楽な気持ちで見ていただきたいというか、どんだけ楽な気持ちで見ていいかっていうのを今一つだけちょっとネタをやらせていただきますとですね、この子野球が大好きなんですよ。広島ファンです。優勝すればどこでもいいんですけど、本当にね、自分もなんか野球に関することできないかなんて言ってて、フォークを投げれるようになったんですよ。すごいですよ、お猿界でフォーク投げれるのこの子だけですよ。それを今ね、皆様に一回見ていただきたいと思うんですけども、ね、これだけ皆様真剣に見ない方がいいっていうのはね、理解いただけたと思うんで、さあこんな感じで頑張っていきたいと思います。それでは一回だけ太鼓叩いて、遠くのお客様集めてスタートしていきます。足をこのままピシッ。